1994年の横浜ベイスターズでは、1994年の横浜ベイスターズにおける動向をまとめる。この年の横浜ベイスターズは、近藤昭人監督の2年目のシーズンである。横浜ベイスターズとなって2年、今年にかける、近藤監督は、巨人ヘッドコーチ時代に共に戦った、駒田徳博をフリーエージェントで獲得し、 小田の獲得資金連出のため屋敷金目、高木豊、山崎健一らの主力選手を解雇。横浜ベイスターズ2年目は、春年尾や佐伯高弘などの若手をスタメンに入れるなど、戦力を一新して、開幕に臨んだ。しかし、中日との開幕に連戦に連勝するもその後が、続かず4月を9勝10敗で終了。5月は、グレンブラックスや、ロバートローズといった、 外国人選手の活躍で12勝10敗の貯金1と勝ち越すが、巨人が独走状態に突入した6月に9勝13敗と負け越すと、広島に代わって7月以降再開に転落。終盤に入って12勝6敗と勝ち越して後も、少しで勝率5割が目前に見えたものの、最後は4連敗を喫して閉幕。前年の 438から469へと勝率が上がったにもかかわらず、順位を一つ落とし、また苦手の阪神に7勝19敗と負け越したのが、響いた。最近、春ら若手の台頭や駒田の活躍はあったものの、近藤監督の2年目は再開で終えた。この年のドラフトで1998年の優勝に、貢献する福森和夫、2000年以降のチームを支えた。 田村ラヒ川シ、二が指名されて入団した。アミカケの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。